どうしても伝えねばならんのか。いい気分はしないな。青龍騎士団のレオンだ。エリザ殿に取り付いてくれ。はい、エリザ様。レオン様がお見えです。まあ、レオンですか？お通しして。どうぞ、お入りください。おお、なんと可愛らしい女の子だ。エリザ殿に似て、さぞかし美しい娘に育つことだろう。まあ、レオンたら、おだてたって何も出ませんよ。いや、世辞などではない。でも、あの人には怒られてしまいますわ。あの人は息子を欲しがっていましたから、立派な軍人にするんだって。確かに、バルガスらしいな。どう切り出せばいい？レオン。レオン？どうしました？レオン。もしや、あの人の身に何か？はっきりおっしゃって。私も軍人の妻です。取り乱したりはしませんから。バルガス将軍は、砦での戦いで見事任務を全うされ、敵指揮官と死闘の末、残念ながら。エリザ様。大丈夫です。いつかこのような日が来ることは、覚悟していましたから。それで、あの人の最後はどうでした？猛将の名に恥じない、勇敢な最後でした。軍人の鏡のような。そうですか。しばらく一人にしておいてください。失礼。あなた。よしよし。この子の名前もお決めにならないで、行ってしまわれたのですね。